阪神は首位広島に1点差で敗れ、ゲーム差は5差に開いた。試合後、岡田監督は怒りに震え、バントだけやん、それだけやん、と言った後、続く質問にも、いや、バントだけやってだから、そういうことやん、と繰り返し、言葉づくなに球場を後にした。送りバント失敗の木浪は、あそこが全てです、と敗因を背負った。大敗、逆転負け、さよなら負け、いろいろあるけど追いつけそうで追いつけずに負ける試合が、一番次に引きずるんよな。どんでん木浪のバント失敗を敗因にあげるんやろなぁと思ったら案の定で草。木浪バント上手いイメージあったけど、上手いからこそどんでんに言われたんやと思う。最近岡田もバントさせとらんかったからちゃうの。どんでんの気持ちもわかるけど、選手も一生懸命やってる結果だからな。木浪はボール球見極めてバントしてほしかったなぁ。普通のことを普通にこなすのが、実は一番しんどいんだなと実感した試合だった。門別用やってたから野手陣打ったって欲しかったよ。大瀬良やから厳しいのはわかるんやけどさ。今年は二遊間がウィークポイントになってんな。中野は今年ずっと大きいの狙ってる感ある。去年からずっとフル稼働の中野がかわいそうすぎるわ。ボール球見極めてたら死球の可能性が高かっただけに、ほんまにあの場面もったいなかったわ。ツイッターでも木浪のバント失敗がトレンド入りしてたが、そう叩きすぎてさすがにかわいそうになった。そもそもバントさせる監督が期待しすぎ、ノーアウト1、2塁って成功しにくいんやからさ。木浪全然バントは決めてる方だぞ。今日のバント失敗だけでバントが下手って味方してるやつ、試合全然見てないかシンプルに頭おかしいよ。今日負けで終戦って言ってる人いたが諦めるのはまだ早いって。2ストライクになったのに、3バントを強行させたベンチにも非はあるやろ。広島にはスイープが絶対条件やったんや。Y は勝負は9月って言ってた岡田監督をずっと信じてるで。